おはようございます。イーストサイドカフェに来てまして、35周年のスペシャルコースを頼みました。でまず前菜はこちらで、なんか野菜ソースがなんか、ね、このソースがザクロのソースらしい。パンっておかわりできたのかっけ。なんか前パンおかわりできた気がするねんけどね、おかわり制度なくなっちゃったの。でこれがパン、あパンとかさっきパン食べようかな。ふわーっと美味しそう。いただきます。プチトマト、生ハムが下に敷いてあって、その下にもなんか物体が見えますけど、何が入ってんの。あ、キュウリ、中からキュウリ的なやつが。生ハムメロンじゃなくて生ハムキュウリ。これ何やったっけ、アンチョビ。オリーブ。オリーブ。アンチョビって何やったっけ。イワシ。あー、そうや。全然違う。こんな感じで生ハムに野菜をくるんで、でザクロのソースをつけて、生ハムがかなり塩辛い。でこれがエディブルフラワー、まあ、これだけ食べれるわけじゃない。これは多分あれやな、パルメザンチーズがトッピングされてる。ダブルで塩味が効いてる。意外と生ハムが切りにくい。筋がこごまチーズか。で黄色い液体が見えるから、おそらくオリーブオイルがかかってるものと思われます。ソース絡めるの若干しんどいな、これな。よいしょ。お刺身のお皿下げとします。パンおかわりなかったかお皿持っていかれちゃった。スカトウレでございます。お楽しみください。貝、ムール貝、中にも貝入ってんじゃん。美味しい。トマトソースベース、ホタテの貝柱的なやつ。エビもあるよ、エビ。お刺身のお皿をお下げいたします。なんで、あと何回手じわる。デザートお待たせをいたしました。フロマージュブラウンジュース、ストロベリーのセミフレットでございます。こちらに入っているのがストロベリーのソースでございます。綿菓子の上にかけてお楽しみください。すごい、ご用意いたします。すごい、これなんか医療用品、医療器具、医療用器具、あーちょっとなんか出てきた。いきます、せーの、シュワー。おー、溶けてくる溶けてくる。おー、すごい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 、おー、すごい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 。終わっちゃった。あ、すごい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 、おー、すごいすごい。パパラメリカの、もう一本欲しいね。いただきます。わたあめ、ひっつきよ。わたあめ、フロマージュブラ。こっちがアイスクリームやね。だからこっち先食べなあかん。よっ、肩、肩。ハーゲンダッツ顔負け。ストロベリーアイス。チーズの下にスポンジかな。よくわかんない。ごちそうさまでした。コーヒー。コーヒーもおかわりなしやね。じゃあ、ごちそうさまでした。